暑い夏でも寒い冬でも風雨が吹き荒れようとも山の向こうであってもお客様のいるところに私たちの姿があります。責任と使命で台湾中部地区の皆様の信頼を集める、それが台湾デジタル光情報化技術株式会社です。環境と科学技術は日進月歩です。優れた企業経営は地元に根付くだけでなく、営利を超えて生活に密着する心構えが必要です。私たちは台中、南東、雲林など台湾中部のケーブルテレビ業者を統合し、その経営範囲を拡大することで台湾で唯一の地元ケーブルテレビシステムの MSO 企業を、略称トップを創設しました。ケーブルテレビ事業からメディア事業、電信事業まで、絶え間ないイノベーションの業務内容を通じて新しい生活を作り上げてまいります。点から面へと斬新な視野を広げています。台湾加工電信、ライトン有線、中東有線、そしてカレン有線を統合し、すべての地域に楽しい番組をお届けしています。速やかに変化する科学技術とともに創作の道を切り開きます。デジタル科学技術の光ファイバー技術を通じて各世帯に信頼のインターネットサービスを普及させるとともに、ワンクラウドと複数モニターの概念のもと、年中無休24時間体制でご奉仕しています。しかし私たちはこれに満足することなく、引き続き業務の開拓を図ってまいります。そして 4G 回線や企業のホットライン、そして学術ネットワークなどのサービスを桃園、新竹、苗栗などの地域で運営しています。台湾中部の小さな出来事は私たちの大きな関心事です。心で理解し、細やかに扱い、真心で対応することで地域に根付くことができます。テレビやネットを通じて情報の駆け足を打ち立てています。どの画面も私たちの身の回りの出来事です。社会と人文、芸術、情報、思いやりで互いの心をさらに通い合わせています。卓越新聞賞、金賞を受賞する栄誉に輝いたことは、皆様と共に分かち合う誇りと喜びでもあります。2011年、サイナビレジャーグループを成立させ、事業の範囲をレジャー産業にまで広げました。環境保護、生態保育、永続経営の理念にのっとり、傘下の無法ゴルフ場は台湾で初めてアメリカのオーリポン国際生態環境認証に合格したゴルフ場となりました。2011年には精神温泉ホテルの経営にも乗り出し、観光局の五つ星評価や日本温泉研究所の検査認証を相次いで受けた炭酸水素ナトリウム泉となりました。グループが投資している宝庫さえなびリゾートビレッジは宝庫の最も美しい山水ビーチにあり、その事業の範囲は一挙に離島にまで広がりました。さえなびレジャーグループは教育と娯楽、生活を楽しむという角度からもう一つのトップを表現してまいります。企業は利益獲得を超越することで新たな局面を作り出すことができます。
公益事業に携わり環境もやり、幸福な生活を創造することに力を尽くしてまいります。私たちはこれまでデジタル科学技術の生活の素晴らしさを追い求めてまいりました。これからはブロードバンドプラットフォームを基礎に、モバイル通信と物流ネットワークの創生のもと、インテリジェンス型の家庭管理、セキュリティシステム、クラウドサービス、テレビ、そして地元に根付いたサービスを通じて、皆様の良き隣人として行き届いた情報のプラットフォームを実現してまいります。信頼のネットサービス、私たちはポップ台湾デジタル光情報科学技術株式会社です。